今日はですね、みんなでバトルやっていきましょう。僕ね、しょっちゅうみんなでバトル出してますけど、たまにやっぱ普通のコースっていうのかな、まあ、誰かが投稿したコースを遊ぶと楽しいですよね。死にたいと思ってた。そんなネガティブな発言はよそうぜ。あのマリオでしょ、死にたいと思ってた。頑張れマリオ、頑張るんだ。よし、それじゃ、うわ、本当に死んでんじゃん。ちょっと待って、ルイージ一緒に行こうね。ちょっと待ってね。よし、ルイージ僕連れて行きます。ルイージは僕が連れて行きます。よし、このまま、あー危ない危ない、ルイージごめんよ。あー、このリフトにあってよかったな。死にたいと思ってさ、強いね。先に行かれましたよ。ぜひ抜いていきましょう。これは死にたいと思ってさんのところに行けば大丈夫か。で、このまま渡っていく。よし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 。で、これはここにずっと行きますか。あ、スターがなんかあったね。スターがあったけど、よし、これは右。ちょっと待って、死にたい、死にたいさん、死にたいさん待って、死にたいさん待ってくれ。あ、これ上じゃん、これ上じゃん。あ、これこっちから行ったら勝った、こっち勝った、やった。あぶねえ。あ、死にたいと思ってさ、ごめんよ。4プレイヤー VS 暗闇を駆け抜けろ。暗闇か、焦らないようにしなきゃいけないね。これは僕はキノピオか、青の土管に入りたいと思います。みんな来ないでね、みんな来ないでね。あ、いいねいいねいいね。よし、来た。早速やっていきますか。これはどんどん上に上がるステージだね。なるほど、ほんと暗闇だな。うーわ、これは厳しい。よし、どんどん上に渡っていく。うわ、早いなみんな。よし、で、このままジャンプの OK。 これはここか。うわ、ルイージ早い、めっちゃルイージ早い。うお、よし、で、ジャンプ、これ右だね。で、これはここか。で、ジャンプの、うわ、ルイージ早い、めっちゃルイージ早い。ルイージといい勝負してるな。ルイージといい勝負してる。あ、なんかこれいけそう。いや、今1番ですよ、今1番。よし、うわ、これ難しい。ここはこんな感じか。ここ難しい、ここ難しい。やってきた。よし、まだ上あってくれ。ルイージを追いつきたい、ルイージを追い抜きたい。よし、うわー、今度もバトリオコースだね。キノピコか。それじゃ早速やっていきましょう。いや、いいよ、こういうコース得意ですよ。今度は上、この隙間でしょ。じゃあ、いや、いいね、よし、よし、早い、結構早い、結構早い方だと思います。今度ジャンプの、よし、上、今度は右の、よし、ジャンプ。いや、これ勝ったでしょ、これ勝った。いや、まだあんのかい、まだあんのかい。うわ、キノピコじゃない、キノピオこっち来たね。まずい、ちょっと急ぎますか。でも、あのキノピオよりさ、差をどんどん開いていけばいいだけでしょう。ね、キノピオ、僕を甘く見るんじゃないんですよ。よし、で、このままジャンプ。今度は上か。オッケー。このままジャンプ。よし。で、右。で、左かな。で、このまま右ジャンプの。で、キノコを取ってっての。今度上かな。よし。で、雲。ここで雲出るのね。うわ、マリオ追いかけてきてんな。早い早い、ちょっと待って、マリオマジで早い。よし、で、このまま左に行く。オッケー、いや、こっちか、右だね。よし、ジャンプの、これマリオ、マリオ完全に遅れた。いや、勝った。これは結構勝ち確なんじゃないんですかね。今度はチビになっていいね。多分これでゴールでしょ、きっと。多分これでゴールかな。誰も来てないよね。あ、まだある、まだあるんだ。ちょっと待って、これバネ持たない方がいいね。うわ、これきつい。よし、うわ、まだある。マジかよ、まだあるんだ。ちょっと待って、キノピオが追いかけてくるから。よし、早く早く行こう。早く行こう。やったゴー。今度はクランビング、クライミングバトル、
なんかどんどん登っていくコースっぽいね。うわやっぱそうだ、これ先に行けば行くほどチャンスっぽいね。あんまりこう登るようなステージって後ろに行き過ぎたらね、後続どんどん突っかえるからね。いやちょっと待って、嘘マジかよマリオ。うわこっから抜けるかな。まあでもノコノコとか結構いたし、やられる可能性もあるよね。それじゃキノコ取っていきます。マリオやられてる、ざまあないね。マリオマリオやられてるな。ここら辺でねキノコじゃないノコノコとかなんか降ってきそうだけど大丈夫かな。これは落ち着いていく。お一人やられました、一人やられましたね。うわーちょっと待って、落ちすぎ。マリオには負けたくないな。ルイージも落ちてきてる。ちょっと待って、それ危ない、それ危ないから。よしで今度左、多分僕をさっきやったのマリオでしょ。オッケーでキノコ取っていこうか。ここはキノコね必須、マジで必須ここ。いやもういい、もういい、もうどんどん上がっていきましょう。うわちょっと待って危ねえ、ちょっとうそうわここ結構難しかったね。まあ中間ポイント取っておいてよかったです。さあそれじゃあここのリベンジいきますか。よし今度避けながら行く。もうさっきもこんくらいぐらい順調にいければよかったんだけどね。で上に行くと、ちょっと待って危ない危ない。え、これ4人用コースっぽいね。ちゃんとね4つあるもんね。うわ危なさあこれでどっちが最初取るかな。いや来た、これ僕が最初来ました。上から行こうか。なんか怖いから上から行きます。ちょっと待って、やめろよキノコもうそんな後ろにさ、後ろにその炎の玉投げるのやめろよ。なるほど、このブンブンを倒していけばいいのかな。多分そうなんじゃないと思うけど、いつもそれでねやられるから、ちょっと右に一回行ってみます。あ、クッパもいるんだ。コクッパいるね。クッパジュニアかコクッパじゃないね。うわでかいクッパもいる。あの弾吐き出してるもんね。このクッパを倒すことによって多分鍵がね手に入ると思うんですよ。よし来た、来ました。これあこれでラストバトルにしようかな。よし一番最初に行けたね、これはチャンスですよ。うわ全然抜かれた全然抜かれたけど2人やられました。よしあとはルイージがやられればいいんですけどね。これはやった来た、もう落ち着いていきましょう。はいはい、これは勝ったな、これ多分勝ちました。そんなに難しいようなコースじゃないからきっといけるでしょう。これはゴールかな、ゴール来ましたやったラスト勝ってよかったね。それじゃあ最後はみんなでゴールしますか。うわ危ないめっちゃ焦った。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。